テラはアメリカ航空宇宙局が運用中の地球観測衛星である。地球観測システム最初の大型衛星であり、地球環境システムのメカニズムの解明を目的として、1999年12月18日にアメリカ空軍バンデンバーグ空軍基地よりアトラス2ロケットで打ち上げられた。テラには日本の通商産業省が開発したアスターの他に、モジス。 モピット、ミソル、シリーズの5種類の観測装置が搭載されており、これらの観測装置による多面的な観測をほぼ同時に行うことができる。高性能熱放射反射放射系は、資源探査用将来型センサーとして、通称産業省と同省が所管する資源探査用観測システム研究開発機構と資源、 環境観測解析センターが開発した可視近赤外放射系。雲、地球放射エネルギー観測装置は、ラングレー研究センターが開発した可視赤外放射系。雲、地球からの放射を観測し、エネルギー収支を測定する。複数角度分光放射系は、NASA とジェット推進研究所が開発した分光放射系。直下及びプラスマイナス26.1度。 プラスマイナス45.6度、プラスマイナス60.0度、プラスマイナス70.5度を向いた9台の CCD カメラで、それぞれ前方詞と後方詞のデータを取得し、地球表面のマルチスペクトル観測を行う。中分解能撮像分光放射系は、ゴダード宇宙飛行センターが開発した、可視赤外放射系。大流圏汚染観測装置は、カナダ宇宙庁が開発した、 観測装置。大気中の一酸化炭素とメタンを観測する。ありがとうございます。